団塊船長でもいらっしゃいますけれども、また広陵大学法学専門大学院の教授でもいらっしゃいますキム・インヒョン先生より、未来の船舶に関する法的な問題につきまして発表を頂戴したいと思います。それでは先生よろしくお願いいたします。Ladies and gentlemen, I am a professor. 皆様こんにちは。私は船長であり、そして広陵大学の法学大学の教授キム・インヒョンと申します。本日皆様方にお会いすることができまして、そして貴重なお話をするもいただくことになり、皆様方の前で発表することができまして、光栄に思います。まあ、本日なんですけれども、自動運航船舶の到来と、そして法的な想定について申し上げたいと思います。まあ、本日 のお話なんですけれども、10のテーマに分けてお話申し上げたいと思います。まずなんですけれども、自動運航船舶の定義でございます。まあ、海上輸送なんですけれども、船舶とそして乗組員によるその利益の追求でございます。まあ、なので、まあ人間の人的なミスですとか、それがあるとすれば、その大規模大規模 その事故につながることになります。なので、船舶が重くなり、そして労働がまあの空間は非常に限られているんですね。なので、どのような乗組員も乗らないとであれば、人がいないとすれば、この不利な状況がなくなることができます。そのようなことをなくすことができます。無人ですね。つまりドローンも運航なんですけれども、多くのところで今作られておりまして、将来的に、登場することになるでしょう。この MASS、 このマスの合理的な形としては乗組員はいない。そして、まあ、海岸でコントロールできるという形で、そういう方向で進むことが最も現実的な方法になるでしょう。このマスが、まあ、果たしてですね、今の法的な制度の中で、されるのでしょうか。まあ、法的な今の制度の下では、これをもう行うことはできません。すべての法的というのは、今はですね、すべてのその方向におきまして、今の制度におきまして行われているためです。そして乗組をしての民法上なんですけれども、その責任なんですけれども、人間 のミスによって決まることになります。船長のミスはですね、船主の負担になりかねません。なので、なぜなるというと、そのこのように、まあ、今の法的な制度は適用されないでしょう。なので、このような法的な懸案、つまりこのような CMI のニューヨークのミーティングにおきまして、その議論しました。そして公害に関するものです。公害に関するものです。まあ、堪能力なんですけれども、注意をすべて果たしたという責任を負担することになります。まあ、誰が乗組員を代替することができるのか、そして、まあ、海岸でそのコントロールするのか、それとも AI がコントロールするのかということになるんですね。 AI というその能力は、 AI の能力はですね、この堪能能力の一部となることができます。このような注意義務を果たす期間が、まあ、船舶の公開におきまして拡大されます。そして、まあ、船長は乗組員が乗船したかどうか確認する義務がございます。なので、船長がマスターが、まあ、公開に入る前に船舶の状態を確認すべきです。そして報告することになります。そしてこの船長が、まあ、港湾を離れて着岸するまで、それをコントロールしなければなりません。 AI または船長がこのような AI の役割を代替することができるでしょう。衝突回避です。まあ、これもそうなんですけれども、とても重要になってきます。衝突を避けるために、もう乗組員が COLR1、 つまり効力をもう果たすべきです。もう航海担当者は引き続き監視する立場にあるべきです。
このマスまたは AI、そしてコントローラーが、このような監視義務を当直と言いますでしょうか。なのでその担当者に代わってやることができるでしょう。次のスライドをお願いします。この原則なんですけれども、このようなルールは衝突回避ルールなんですけれども、このように変更することができるでしょう。すべての船舶が適切な AI による監視モニタリング、そしてコントロールをその船の上に備えていかなければなりません。海岸でそのこれをコントロールし、そしてこのような状況を規定に、このようなルールに反映すべきです。そしてこのようなことについて、具体的に見てみましょう。要船、つまりチャーターですね、要船者は非常に重要です。このチャートパティアと言いますでしょうか、これが船主がすべての乗組員を制御していなければなりません。乗組員がないとすれば、チャーター自体が成り立たないためです。または船主が AI、または海船に海岸におけるコントロールを提供しなければなりません。そして船舶にロボットを乗せることもできるでしょう。そして担当者がですね、パイロット、そしてバンカーに相変わらず以前としてその人を乗せることができるでしょう。そして運送する側の注意義務も変わってくると思うんですけれども、貨物を受け取って保管して、そして荷上げすること、そして積み下ろすことに責任を持っています。ミスによる被害を負担しなければならないんですけれども、このような貨物を不注意によるミスによって被害が発生するならば、これが果たして AI の責任なのか、そしてまたはキャリア、つまり乗組員はですね、彼らのミスだけをにすべきなのか、どちらの責任になるのかということになるんですけれども、航海におきましてミスが発生したときに、そしてそのために貨物に被害があるのであれば、航海中に乗組員のミスによるものになると、そのような可能性があるんですね。そしてそのような被害は AI またはコントローラーのミス、またはプログラムのミスによって発生することもあると思います。このようなキャリアが同じくそのような責任をすべて防御することができるのでしょうか。それにつきましてはさまざま意見の違いがあるわけなんですけれども、そしてこの BL なんですけれども、これも一つの重要なその懸案となり得ます。そして今の状況におきまして、輸送がですね、エージェント、そしてその船舶がこの BL を発行することになります。船長がいなければキャリアの方でその任務を果たすことになります。このつまりキャリアなんですけれども、キャリアメーカーでこの貨物を移送する輸送することは乗組員ではなく他のものによって変わっていきます。そして一般的な保証になるんですけれども、その話をしたいと思います。貨物に被害があるファクターは、航海を構成する他の当事者に対して保証を要求することができます。船長またはマスターのミスによるものであれば、同じ航海において被害がある発生したということになります。マスターなんですけれども、乗組員がいないために一般的に
今の法制度の下では被害額を算出することが難しいです。なので、AI が、その役割を果たすことになります。なのでNo.865条が改定される可能性があります。そしてこれは AI の船主のその過失、そしてミスによる内容が変わってくる可能性があります。そしてパイロット、そして衛船、そのタグボートに関する話です。パイロットはですね、港湾の方で船舶を運航する上でとても大きな役割を果たしています。そのような点で船舶の運航におきまして、やはり厳しい点はマスと非マス、マスではないという間の期間をどのようにそのこのパイロットの役割を定義すること、位置づけることなのかということにあります。従来のタグボートの場合はそのマスター、もうこちらの方では変わっていかなければなりません。こちらも、乗組員 の, その義務であり、そして労働、そしてもう積み下ろしとか荷役ですとか、これは自動施設、または人間に頼らない方法で、そのような方向で、なされると思います。なのでその責任の義務がですね、こちらでは大きな変化はないだろうと思っております。スティーブ・ドーリング会社がですね、キャリアのエージェントの役割を果たすことになっているんですけれども、これを AI が受け持つことになるとしても、それには変わりがないということです。そしてコンテナボックスでございます。同じくですね、重要な役割を果たすことになるわけなんですけれども、自動追跡措置がもうこれからその開発されると思います。これ直接このコンテナボックスにそのつけるわけなんですけれども、執権の設定者にその心 の, その安定を与えることができると思います。このコンテナボックスなんですけれども、その安全性、安定性をこれを通して保証することができると思います。規制なんですけれども、その中身を見てみたいと思います。この MASS、 まず船舶なんですけれども、海運法です。この海運に関するルールなんですけれども、海運キャリアの指揮を管理しています。海運の輸送車になるためには必ず船舶を備えていなければならない。そしてマスからといっても、マスにおいてもやはりこのような条件は満たされます。マスも同じく一つの船舶であるためです。そして競争法なんですけれども、コンペティションアクトです。これに基づきますと、もう最終的に価格が決まることになります。これに基づいてですね、キャリアが従来の船舶でその営む事業を営むマスをするのであれどうであれ、乗組員がいない場合はやはりこの競争ルールにおきましては影響がありません。なのでこちらでは変化はないだろうと思います。そしてシップビルドですね、増船なんですけれども、乗組員とは関係がありません。なぜかというと、造船ではない、シップビルドではないからです。船舶建造法におきましては大きな変化はないでしょう。責任の PL が、こちらでもう議論されることはあり得ると思うんですけれども、マス船舶が模範的に試験的に行われることになりますと、マスターが造船する必要があるかもしれません。そしてそのようになりますと、造船所 の, 役割を補助する、そのような役割として見なされます。なので海岸におけるコントローラー、そして AI もいずれもですね、造船所の業務を代行するものとして見なされることになる可能性があります。そしてファイナンスです。そのシップファイナンスなんですけれども、そのものです、乗組員ではありません、船舶そのものです。なので船舶金融におきまして変化はないだろうと思うんですけれども、
この船舶と金融の構造を見たときに、やはりまず船舶はある種、船舶金融法のこのファイナンスに影響を及ぼすことがあると思います。特殊目的があるその法が、その法律がですね、一部の国では改定される可能性があります。そして、FOC 登録を通して、乗組員のその賃金問題に影響を及ぼすことがあります。そして、乗組員の質を見てみましょう。地位なんですけれども、もちろん彼らは労働者の一形態なんですけれども、彼らは乗組員の法律の適用を受けることになります。一般的なその保障を受けることができます。しかしこのマスにおきましては、海洋コントローラーがですね、その乗組員として見なされない可能性があります。海上で勤務しないためです。なのでさらなる恩恵ベネフィットが与えられない可能性があります。しかし AI も同じくですね、同じような形となり、 AI は人ではない、人間ではないからですね。そして、船長の地位を見てみましょう。このマスターなんですけれども、船主の代理人となります。なので、乗組員、船員たちの、ミスがあるとすれば、それはキャリア その輸送の契約に影響を及ぼすことがあります。そして AI は、その海上における、海岸におけるコントローラーは船長を受け持って、代わりにその役割を果たすことができると思うんですけれども、責任の区分におけまして大きな変化はないと思います。そして AI がは、もしですね、AI は人間として見なされないためです。そして船舶の管理について見てみましょう。船舶管理業のその構造を見てみますと、最も大きいのはやはり船員、乗組員の管理でございます。マスにおきましては、この乗組員がいないために、管理すべき船員、乗組員がないですね。その核心たるものはやはり、その契約上もう乗組員、船員たるものが、その事態がなくなるということにあります。そしてその代わりにコントローラー、またはコントロールシステムを管理することで移行するこのことがあります。船舶の管理部分なんですけれども、船舶そのもの、そしてエンジンに対しては、通常と変わりはないと思います。もちろんもうやや複雑な状況はあるかもしれません。そして造船所の役割なんですけれども、同じく船舶管理会社の役割を果たすことになるでしょう。なぜかというと、マスにおきましてはビッグデータと AI が船舶運営の核心を占めているためです。そして造船所は、建造期間中にそれにアプローチしている。そして効果的な船舶の管理の主体となると思います。なので船舶管理会社の子会社を作ることもありえます。そして結論を申し上げたいと思います。まとめます。これは10年以内に現実のものになる可能性があります。第3段階、第4段階、今の法制度の下では、この運行ができなくなっています。なのでそれを受け入れることができる新しい法制度が必要となります。公開法、そしてコマーシャルカード、コード、そしてチャーターの方でもこの影響を受けることになるでしょう。そして新しいコントローラーが登場する。そして船舶会社の新しいルール、そして役割が登場することになる。そして船舶会社が子会社を運営することになる。造船法、そして競争法などが、それには変化がないと思います。ご清聴ありがとうございました。